愛してる、ありがとう。シルバーウィーク？そうなの？てかシルバーウィークって毎年存在しないやつだよね。明日から3連休。え、明日からシルバーウィークなの？もしかして。こんばんまい。あの敬老の日だよね、月曜日が。そう、明日はねお渡し会ですよ。3連休が2週続く。そうなの？全然知らん。そうなの？すごいいっぱいだるま、ありがとう。銀色のやつ、とも可愛いわ、ありがとう。シャキッと新シャイ。捨てられっか。こんばんは、こんばんは、中村舞です。どうも。明日は、広島で写真集イベントです。タワレコぜひお待ちしてます。11時から開始なんですけど、10時半から集合、1冊券3冊券5冊券の順番で、そう集合があって、で私の公式 X の方にも載せましたので、ぜひ見てください。時間をちょっと間違っちゃったら大変なので、ぜひぜひ見て来てください。お待ちしてます。ありがとう。 I love you もありがとう。お札券が後です。優勝もありがとう。当日券はちょっとお札券を多めにそう出してもらってるんですけど、多分そんなにめちゃめちゃあるわけじゃないので、ちょこっとだけ当日券もあるよって感じです。写真集イベントとしては多分これが最後かな、ラストなので。私会は10月の花だれ公演、東京出ない。そうなんですよ、ちょっと出ないんですよ。ちょっとその日は愛媛で仕事があるので愛媛県の方にいます。きゃー、そうなのよ。10月の花だれ出なくて悲しいね。ちょっとね、東京ね、せっかくあるのに全部出ない説があって、ちょっと私ね、せっかくあるのにね。ハートありがとう。すごいこのさ、銀色のハートめっちゃ可愛いね。銀色っていうかシルバーって多分いいのか。可愛い。11月も時期的にどうだろう、わかんない。で、どういう感じなのかな。私もそんなちょっと稽古期間中とかもわからんけんね、どうなんかわからんない。フェス番外編も出演だし。そうなんですよ、フェス番外編、ん？福フェスだよね。そうなのよ。ないんですよ。なんか今日あれですよね、一気ドラさん
多分私以外の一期ドラさんが出てるかな。ちょっと私が今日じゃない、明日広島ということで、ちょっと今日は出演できませんでした。千穂ちゃんが X で、え、うん、てか千穂ちゃん見てさ、え、髪の毛短くなったと思ってさ、さっき LINE したんですけど、なんか髪の毛なんかちょっと前に結構ロングだったのが割とちょっとこんぐらいになって切ってて、でさらにまた見たらこんぐらいになってて、あれこの間切ったと思ったのに、え、また切ったと思って、気づいたんだ、え、気づくでしょ、結構切ってなかった。ファンは気づいた人が少なかったそう。そうなの、ちょうちゃんのファンの方ありがとうございます。え、めっちゃさ、そう、めっちゃ短くなってて、でも何ですか、ちょっともう割と最近に切ったから、あれと思って、え、こんな短期間でもう一回切ったのかなと思って、2段階で切った、いやこれはま3段階目もあるんじゃないし、ちょっと想像っていうか予想するわ。今ここぐらい、なんか今日外羽みたいなのしてたよね、この辺だった気がする、だったから次さらにここになる、3段階10センチ10センチだし、ほら来るよこれ、もう10センチもう来るんじゃない、ありがとうジョゲンさん、中村舞だってさ、でもえ、なんかさ切ったって言ってまた短くなってたら、なんか あのえ切った、え、でもこの間切ったやってたしな、あれ切ったんかな、え、切っでも短くなってるよなみたいな感じの感覚になるんですよなんか不思議な感覚になるんよ。さらに多分切ると思う、10センチで、あれえ切った、え、ま、え切ったっけ、え、この間切ったって言ってたよねみたいな、え、また短くなったみたいな、誰も気づかんかったら坊主にするって、え、でもマジで千穂ちゃんめっちゃ坊主似合うと思う、可愛いと思う、想像したら可愛い、もう赤ちゃん赤ちゃんです、絶対可愛い赤ちゃんになる。もうキルキル赤ちゃんになる。いや、これはあれなんじゃない、ファンの方へよく見といけよって髪の毛よく、あの次はいつ切るか、切っても気づかれなかったらマイキーはどうする、気づいてほしい時だよね、まあんま切らんけんね、サラサラでしょって言うかも髪切った、切ってない切ってないよん、10センチはむずい、いや分かるよ、そのロングの人が切る10センチってそんなに変わったように見えないんですよ、多分私が今10センチ切っても多分10センチってこれくらいでしょ、こんぐらいだからあんまり多分分かんない、印象が変わんないから分かんない人は分かんないんですよ全然
その髪の毛をめっちゃ見てないと。でも多分ここぐらいからの10センチは多分気づくんですよ。だいぶ短くなったなって感じ。ロングの人が着る10センチは分からんよね、印象がね。ありがとうございます。まひちゃんが髪染めたのも光の加減で気づきませんでした。せやろそれは。もう私その集合場所に行って、その公演の日にね、まあ、ひなさんが公演の当日に染めてきたんですよ。で集合場所に行って、でこうはい行くよってなって、まひなさんが前を歩いてたんですよ。だから後ろ姿しか見えなくって、でこう普通に私後ろからまひなさんって呼んだんですよ。それまひなさんがバッて振り返った瞬間に髪の毛の色がめっちゃ変わってて、もうひゅーみたいな、もう自分でも出したことない声が出るくらいびっくりして、すぐ気づきましたよ。あれはすぐ気づくよ。ありがとうございます。でこの日に染めたんだって思って、そうなんかそう染めるかもってのは聞いてたんで、ちょっと前に。で公演が終わってみて、でよく考えてて、あもしかして今日手もでもの涙やるからまひなさん髪染めてきたのかなって思って、なんか髪の毛手もでもっぽくなかったですか、白と黒で手もでもって感じだったから、えもしかして今日私の手もでものために髪の毛染めてきてくれたんですかって言ったら、たらなわけないやみたいに言われて、すごい超塩対応されて、そう、あ優勝ありがとうございます。そうでもその日の手もでもはもうマジで過去一上手にできた手もでもだったのDMM あ配信で見たら確かにちょっと照明の関係もあると分かりづらいかもね、ステージで見るとね。気分が乗った。えだからさ、もうはけた後に今日私たちうまかったですねって着替えたから、やばくないみたいな、今日うまかったですね、うまかったですねって着替えて、もう本当にそこで超テンションが上がってましたいやこんなことないですよ、本当に普段こんなことなくって、全然もうあの手もでもの涙のだとかもよく合わないこととかもちょっとあったりするし、ありがとうございます。古文感がすごい私のいやでもね、そうあの髪色は手もでものためにしてくれたんだって。だってわざわざじゃないとこの四国公演の日に染めるって思ったんですよ。だって朝から行ってもうすごい時間がかかったって言ったんですよ。何時間もかかったみたいな。ひなさんさ、なんか美容室が何時間もかかるそのからなんか超暇だから、なんかマイキューも美容室来てなんかやってよみたいな言われて結局行かなかったんですけど、なんかやってよみたいに言われて、でって言って私いつも行ってるところがあるからなって、うん、トリートメントぐらいだったらバレないですかねとかって言ってたけど、結局まあ行かなかったんですけど美容室誘われることってあんまないじゃないですか。なんか暇だからなんかマイキューもやりに来てよみたいなふ一緒になんかこうなんかしてよみたいな髪の毛面白い誘いです。いや美容院のお誘いは初めてですね。そうでも私もうわちょっと行きつけがあるからなって、いやなんかやったらバレるかなと思って、そのなんか私はなんか推し編みたいな
感じにならないかなってのがいつも心配なんですよ。なんかわ別の美容室でなんかしてきたみたいな。わかる、ありがとう。そう、気になる。おしまし？おしまし、やっぱさ、プロの美容師さんからするとさ、ん？なんかこれトリートメントした、もしかして他のレーンに行った、もしもししたんじゃない、思われるかもしれないですね。プロの方が見たら、ありがとうございます。自分で前髪切ったらバレちゃうよね。なんか曲がってますよって言われて私はバレたんですけど。そうそうそう、あんま嫌なバレ方ですよね。あの曲がってますよって言ってバレるの嫌じゃない。あ、そう、それでお姉ちゃんに頼み始めたの。あ、お姉ちゃんは上手なの。ひかかたん、ありがとうございます。こうしてありがとう。そうなんだよ、前髪すぐ伸びるからね、大変。お姉ちゃん別になんか美容系のなんかがあるわけじゃないんですけど、器用なんですよ。すごいなんか器用なことが得意なんですよ。なんか手先とかも器用だし、なんか私が本当に不得意なことが得意なタイプ。なんかね、こうちっちゃな作業とかも好きだし、そうそう、編み物とかもそうしてたし、そうそうそう、性格どうやろう、性格はどんな性格か、むず、几帳面、几帳面かな。え、分からん、お姉ちゃんの性格むず。え、なんかお姉ちゃんの性格どんなんってやったら結構むずいんじゃけど。ありがとう。え、真面目だと思うよ。部屋に物あります。姉キューの声聞きたい。声とか喋り方が似てる。なんかお姉ちゃんの声聞きたいみたいな人いっぱいいるんだよね。トイ、ありがとうございます。姉キュー寝てる？いや、寝てないよ。なんかさっきこの野球のゲームの
なんかあのカキーンってやるやつ、このボタンを押しといてって言われて、お姉ちゃんのゲームの手伝いをして、なんかお姉ちゃんなんか毎日ゲームをするんですよ、日課で。あのホームランとかもカキンカキンみたいな感じで打って、ではい打ったよって言って渡してそう、そのやり取りをちょっと前にしました。なんか毎日やらないといけないんだみたいになっちゃって、ちょっとゲームの手伝いがあるからしち並べ、ちょっと私ようやくしち並べ自分の中の順位に入れたんでなんか連勝イベントやってるよね、あれ絶対連勝できないよ。10位に入れたって100位以内、え、そうだよ、何位かな今、60位ぐらいにはいるかな。イベント終わってから急に連勝できたりするね、やっぱりなんかあれかな、力抜いていかないといけないのかな肩の力抜いてね。早朝なら割と練習、なんかさ早朝ってさやってる人めっちゃ少ないからさ、朝5時台とか毎回同じような感じで、なんか一回やったらさその何回も連続で当たるイメージある、同じ人に。夜中はちょっとできないんだけど、ありがとう。5時、起きてないよ最近、寝てる5時とかさすがにあの昔寝れん日とかに朝5時とかからやっとったけど、あのね、そうだ、あれ買ったんですよ、桃鉄私桃鉄買ってお姉ちゃんと桃鉄プレイしたんですよ、何日か前に。そうそうそう、今え、すごいんですよ今の桃鉄、日本だけじゃなくってワールド、世界の桃鉄なんですよ。なんかもうあの地球上をこう飛行機でだったり電車だったりでもううろ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 して、でそうスイッチ持ってるんですけど、そう桃鉄やりました。キングボンビー、それがなんかリニューアルされてキングボンビーのなんかちょっと感じが変わったんですよ。キングボンビーもだし、え、なんかボンビーがそもそも変わってて、え、そうそう、なんかねちょっとね変わってキャラクター見た目が、 Q さんがチリに強く、いやこれやってたら多分私めっちゃ賢くなるから、そうで、そうなんかあの桃鉄でジャカルタに行ったので、物件が買えるんだけど、そしたらアイドル劇場があったの、これ JKT さんの劇場じゃんと思って、なんかそうアイドル劇場っていうのがあったの、ジャカルタの物件に、だからすごいじゃんと思って、そうめっちゃ高かったよあの物件、結構いい値段したんだけど行くところで物件買って、マレーシアえあるよ、クアラルンプールだったよ、いろんなところにもう世界に本当にいっぱいあって、秋葉原はあんねあれなんですよ、その世界版だから東京京都とかってもう本当になんかそういう感じでしかなくって、
ちょっと秋葉原とかはなかった気がする。そう、最近の桃鉄ちょっとまたやりたいな。58分だよって、ありがとう、誕生日分ね、ナンバのひさとさん、しぐれさん、よしーさん、おもちゃんさん、くもねパパさん、おのぴーさん、福太郎さん、ティーンさん、まささん、まつくんさん、ミッキーさん、東京のすまさん、1位はドロドロン福ちゃんむるさんでした。ありがとうございました。皆さん明日はあのお渡し会気をつけて来てください。皆さん配信を見てくれてありがとう。おやすみなさい。あのタワレコさんです。パルコちょっと朝早いかも早くない、わかんない、人それぞれだと思うけど、あの気をつけて来てください。また明日です。皆さん13日の金曜日でした。明日は土曜日です。素敵な3連休を。3連休結構あるんじゃない、アットジャムもあるし、渋谷16日もある。おやすみ、また明日。